どうも、山下智久です。山下智久、e スポーツ始めてみた。強っ。嘘。ああ、イエス。実はですね、僕子供の時、小学生ぐらいの時ですね、本当にこのストリートファイター2をですね、めちゃめちゃプレイして練習してたんですけど、まあ、あの e スポーツ自体にもすごく前から興味はあったんですけど、なかなかこう近く触れるきっかけがなかったんです。今回なんと鬼塚タイガーとのコラボでインテルワールドオープンという世界大会の応援をするためにですね、この企画スタートさせていただきます。そして鬼塚タイガーはですね、あの今回のインテルワールドオープンの公式ユニフォームを作ったそうです。ちょっと一緒に見てみましょう。これです。かっこいいですねこれね。ということでですね、今回、僕が挑戦させていただく、ソフトがですね、ストリートファイター5チャンピオンエディションです。格闘ゲームですね。これでできるのであれば、本当に年齢問わず誰でもね、気軽にプレイできるんじゃないかなと思いました。ありがたいことに結構忙しくて、なかなかこうゲームやるチャンスがなかったんですけど、ちょっとこれをきっかけにもう一度ちょっと腕を磨いてみたいなというふうに思ってます。初めてやったのは小学生の時でしたね。なかなかこう一番最初はどうやって技を出せばいいのか分からず、指にマメができるぐらいやってましたね。でちょっとね、久しぶりなんで楽しみです。早速ちょっとトレーニングから始めてみたいなと思います。キャラがいっぱい。定番といえばやっぱり竜じゃないかな。インテルワールドオープン出てます。竜は、まあ、ストリートファイターのベーシックな、ね、キャラクター でこの近くの戦いにも適してるし、遠くからでも戦えるというオールラウンダー、あれが使いたい。クリティカルアーツ出た。バスで出たぞ。格闘ゲーム自体が出始めた時だったと思うんですね。説明書見ながらこうやって下、斜め下、右とかやってやってました、ずっと。それをこう反らす、あ、反らしてやるんだとかって。パンチ2つと波動拳で、はい、DX 波動拳って言われる。おー、おほほほ、かっこいい。これ出た。おお、はい、とりあえず練習終わりました。ちょっとだけ感覚を取り戻せたので、次はコンピューターと対戦してみたいと思います。きた、懐かしい。手伸びるんですよ、こうビヨーンっつって。懐かしいな。ほら、パンチを2つボタンを押して、あ、出た。イエス、これ全然大丈夫でしたね。ちょっと無傷、無傷キャ、おお同時波動拳出した今。ヘイ、コンピューターレベル上げてみますか。マジですか。勝ち続けたいんですけど。トモズゲームルーム。だいぶ慣れてきたので、次はオンライン対戦にチャレンジしてみようと思います。多分すごい人がいるんでしょうね。すごいレベルの人がいるので、初心者が入ってきてボコボコにされないように頑張りたいと思います。オンライン対戦初めてですね。これ対戦相手マッチしたら、ちょっと皆さん
応援してください。勝ちたい。来た。やばい。いきなり緊張してきた。ラーラ。ちょっと攻めの姿勢で。気持ちが負けたら負けちゃうんで。うりゃ。やば、逃げられた。やば。強っ。嘘。こんなに強いの。マジか。うわ。超やばいんですけど。強すぎてびっくりしましたよ。ああ、もうなんか見切られたもん。あ、これなんだよな。防御できない。ああ、おるや。ああ、あ、やば。超効くじゃん。よし。あ、あ、あ、燃えた。燃えたよ今。なんかコンピューターとのこの実力の差がすごすぎた。オンラインになるといきなりこう熱量が増しますね。再戦？あ、再戦。またかこれ同じキャラで来るのかな。ああ。練習していいですか。あ、こんな悔しい思いしたの久しぶりだな。ですね。絶対それやると思ったな今。こうやってみんな多分、うん、やめられなくなっちゃうからね。なるほど。ということで今日は久しぶりにストリートファイター5チャンピオンエディションをプレイさせていただきました。トレーニングとかね、練習の時はねちょっと良かったんですけど、実際オンラインで、戦わせてもらうとこんなに強いのかと、これ僕も本当にもう太刀打ちできないかったので、これ選手はどんな領域にいるのかなということがすごく気になりましたし、ちょっと僕ももうちょっと練習して10回ぐらいはこのオンラインで勝てるように頑張りたいなと思いました。ということで、皆さん一緒にねこのインテルワールドオープン、この試合をですね応援していただけたら嬉しいなと思います。ということで、皆さんと一緒に僕も e スポーツを学んでいけたらなと思っております。引き続きよろしくお願いします。今日はありがとうございました。拜拜。